負け、巨人ファン集合、やっと終わった。お疲れ。お疲れ様でした。クソみたいな試合だった。みたいじゃない定期。最下位チームにこれは恥ずかしい。そして最下位へ。なんでこんな今季ワーストゲームでも意地でも山瀬使わんの？よう最後まで見たわ、おつやで。若手は使われないし蓋する中堅はピークすぎてるし、今年は何を楽しみに見ればええんや。どれくらい負けるか楽しみに見ようや、その方が面白そう。よそ見してたら試合が終わってたわ。そう、小林がこの後ホームラン打つはずだったのに。シンプルに弱い、語ることある？毎試合毎試合どんどん見どころがなくなっていくのなんとかならんのか。中日相手に9失点とかプロ失格。地方、腹の独裁政権、夢も希望もない。弱すぎて見る気起きないから助かる。はぁ、単独再開か腹休養してくんねえかな。腹じゃなかったら休養か辞任レベルだろ。5年ぶりの単独再開ってマジか。去年なんだかんだなってなかったか。ふう負けたな今日も。さすがにシーズン再開にな役日だろうけど次誰がやるんだ。まあ順当に阿部ちゃうの。お前ら試合見てる時点ですごいよ。Y はもう先制された時点でのみの予定入れたわ。もう真面目に怒るファンもあんまおらんやろな。ご視聴、ありがとうございました。